いやこれインスタライブなんですけど、まあ、選手もみんな協力していただいて、いろいろみんなフォロワー、このジャイアンツのアプリを、インスタをフォローしてないと見れないのかな、すごい人数が。じゃあ基本ジャイアンツファンだね。いいね。そうです。いいね。フォロワーになるということは、はい、お金がかかるの？いや無料。無料です。無料。そういう無料ではない。はい、はい、ファンサービス。一説によるとこれで新聞記者の人なんか結構記事にしてるんですよ。そうなんですよ。あのデイリーにこれいるじゃないですか。納得いかないね。名前僕分からない。我々だってほら、このこういう時期にね、あの医療従事者の方にね、はい、まあ寄付というかね、はい、させていただいてるわけだから、無断で記事を書いたら、なんかそこに、してもらいたいね、寄付ね。そうですね。まあお礼はあるんじゃないですかね。僕にはいらないから、やっぱりその医療従事、あるいはそのそね、何かに、ぜひしても、これはもう完全なるあの自分の、なんていうか、意思の中で動いてほしいね。そうですね、うん。自分の給料から。まあ、特にあの見てると思う、デイリーちゃんとあれよ、昼ご飯も無料で食べてるんだから。で、こうやって監督、あの初めて、うん、あの中継で、野球の中継で監督の特集で、うん、このお部屋を使うっていうのはあると思うんですけど、うんうん、いやないよ、中継でない。中継でもないですもんね。これ初ですか？一回ね、僕の同級生高木豊君がね、はいはいはい、あれはなんていうんだっけ、 YouTuber、 YouTube、 はい、あれでちょっといいよって言って出たことあるよ。あ、そうですか、うん、それ以外ないんですか？ないない。皆さんどうですか、今喋ってる、やらせていただいてるのは監督室なんですけど、ちょっと映していいですか？もちろんもちろん。おいおいおい、ちょっとカメラ持っちゃうよ、これどうですか皆さん、これこれ、 これ歴代、ね、これ歴代の監督のサインですよね、まあ、あの順番からいくと中島さんですよね、はい、中島さんで、その前に藤本さんとな、あ藤本さん、それと中上さんっていう方がいらっしゃる、はい、その人のサインがどうしても見つからなくてですね、それで、でもこの度、手に入りだという情報が入ったんで、はい、それがまあこの、まあ、みんなが出入りできるようになったら、それを持ってきてもらってここに、飾るつもりです。わあすごい、これ歴代の。そうですね、三原さん、まあ、86年を迎えてるわけですけど、これだけの人数しかいないんですね。そうですよね、まあ、何回かこれだからプラス2名ということですね。そうですね、2、4、6、8、12名。そこに10枚あります。まあ、あの初代三冠王でしょ。初代三冠王、はい、三原さん、三原さん、三原マジックというね、はい、聞いたことありますね。で、はい、水原さん、水原さん、水原さんと三原さんっていうのはあの早稲田と慶応で、はい、学生時代からねライバル関係で、はい、年も一緒ぐらいなんですか？ちょうど戦争からお帰りになられて、水原さんがその前に三原さんが監督をやられてたんジャイアンツの。それで三原さんはやっぱり当時、水原さんはやっぱりスターだった、長嶋さんの前の三塁手でね。それで水原さんは、三原さんは譲って、水原さんが監督になられて、で水原さんは後に、まあ、西鉄ライオンズとか、はいはいはい、当時太陽漁業、はい、太陽横浜です、ね、ですとかの監督やられて、もう名将といわれて、中西さん、我々教わったでしょ、はい、中西さんの奥様は三原さんのお嬢様。あ、そうなの。まだご健在でね。でこのサインは僕、あの中西さんにいただいた。あ、球団じゃなくて。だから中西さんは要は義理のお父様になるわけでしょ。はいはい、で、すごく日々新たなりっていうね、いくつかの好きなお言葉があったんですけど、やっぱりその代表的、まあ野球っていうのは毎試合毎試合ペナントレースは今、まあ、今年は120ゲームになりそうだけど、はい、やっぱりその日々新たなりという中で成長があるというところを多分書かれてるんですね。で水原さんは、水原さんの息子さんにはこれもいただいてですね、道という、まあ見事な字ですよね。でその次が V 級を達成した川上さんですよね。打撃の神様とも言われたね、はい、もうこの記録は、抜かれることはないでしょうね。そうそう、9連覇という勢いを川上さん。でその次に長嶋さんが立ってるわけですね。長嶋さん、はい、長嶋さん。それで間を空けて、藤田さんが並んで、そして王さんが並んで、はい、
それで、また藤田さんがなられて、はい、そしてまた長嶋さんに戻られて、ここは行ったり来たりしてるんですか。そうですね、お前そう行ったり来たり、ああすいません何せばいいんだよ、まあなられて、それで長嶋さんから私に来たんですね、はいはいはい、で私から今度堀内さんに行かれて、はい、それでまたここも行ったり来たりっていうね、また僕が来るわけよね、はい、あでも戻ってこられるんですね、またね、はい、それで、今度吉野部に、はいここですね、また行って、はい、それでまあまた、また戻ってきたっていうんだよ。まあまあ行ったり来たり多いですね。そうですね。まあ長嶋さんも2回でしょ。はい。栗田監督も2回ですよね。で、王さんは1回。王さんは1回です。それで、ダイエーボックスソフトバンク。監督3回ですか。そうですね。すごいっていうかな。いや、すごいですよ。まあそういうことなんで。3回ですね。ですから、これはここしかない、やっぱり、この空間はすごいですね。あの未来永劫をね、ジャイアンツの監督さんたちが守ってくれればなというふうに、やっぱりその86年目を迎えるにあたって、そうそう監督さんがいないというね。すごいですね。まあ、他の球団は結構監督さんって変わられてるケースが、はい、他の球団からも来られてる人が多いじゃないですか、はい、ジャイアンツって生え抜きだけなんですよね。そうですね。そう考えるとやっぱすごいですね。まあ、藤本監督、初代監督と言われている藤本さんは後に阪神の監督をやられたりね、そういうこともありましたけど、はい、でもジャイアンツの監督をやられた方はやっぱりジャイアンツ OB という感じですね。すごいです。皆さんどうですか。本当になんかヘッドが次狙ってるって。いやほんとちょっと一応最後どこ貼ればいいですかね、僕の。いやまあ壁はほら広いからね、壁は。であそこに机があってこういうのを見て、あのやっぱり見てる人は名前わからない人が多いでしょうね。そうでしょうね、うん、でも、まあ、おじいちゃまとかひいおじいちゃまとかだったらジャイアンツさんだったらわかる人もう分かりますね。もうすごいですよ ね、 すごいですね。神ですよ我々から言いますと本当に。いやでもこれみんなどう思ってんだろう。すごいコメントもコメントたくさんいただいてます。でもやっぱりジャイアンツっていうのはそういう点歴史を刻むことができる、それとそれをつなげる役割を持ってる我々はね、はい、そこはとてもあの大事な、そしてやっぱ偉大な、うん、あの球団だと思いますね、うん、監督って大変なんですか。僕はね大変って思ったこと一回もないんです。あそうですか、はい、あの非常にやりがいのあるというかね、まあどこかに自分自身も、楽しんでるというかね、うん、むしろ選手の時の方がちょっと苦しかったなというのが多いですね。そうですか。やっぱり、選手って風邪もひけないし、はい、極端な話、爪だって爪切りを間違えることはできなかったしね。ですからその体調管理、まあ、自分のコンディションを整わせるという点では、うん、あなたはちょこちょこ休んでたからいいけどね。僕はあの試合に出てるより休んでる方が長かったからですね。でもね、あのヘッドは本木大輔という選手はね、ベンチにいてもすごい戦力になった。まず相手チームの、弱みを 見たら、あやじり倒すようなね。あれはジャイアンツの戦力になってたね。あと試合に出ると戦力にならないけど、ね、ならないですね。試合に出なかったら間違いなく戦力になってたね。あベンチにいた方が稼いでたかもわかんないね。いやいや見事だった。その辺は見事だったね。いやでもこれ選手も多分今監督がロッカーとかで見てるはずなんですよ。あそう。はい。多分湯浅あたりがコメントとか出すんじゃないですか、ね、あそう湯浅もこれ出したらフォロワー数がすごい増えて大君、はい、喜んでます。大君あのなかなか若武者だよね、はい、いいもの持ってるね、はい、もう少しこう奥行きというかページ数を増やしてほしいけど ね、 そうですね。なんとなくこ う、 うーんまだ細胞的には1,2,3,4,5 個ぐらいの細胞しかないように見える、ね、少ないですね。でもね素晴らしい選手だね、はい。これで結構みんな田口が一番これで活躍してましたね。毎回モノマネして、うんま、でも器用だね。器用ですね、はい、やっぱりあのあれだけ体が小さかったけれども、うん、早めに戦力になったという点では、うん、あの長い86年の歴史でもそうそうないでしょ。そうです、あの体で、はい、そして高校生、
から入って、そしてあの順応性というのはね、はい、まあ少し足踏みしているところはあったけれども、去年あたりから非常にこう自分にも厳しくなってね、はい、もう今年は先発に戻って大活躍するんではないかなというね、予感が僕にはしてるんだけど。先発ですか？先発。もう去年はね、いろんな形で、やってもらいましたけど、文句一つ言わずにね、そして最後日本代表としてもね、はい、堂々と戦った立ち位というのはね、もうこれはこちらが頭を下げてからで、先発をやってくれというぐらいの気持ちになりましたね。あ、これちょっとこの調子に乗るか。この後練習あるんですけど、なんかちょっと胸張ってるね。そうですね、まあ、いつでも彼は胸張ってるからね。そこがまたいいところですね。いいところ。少し対照的な点でいくと、はい、桑原も非常に期待してるんだけど、はい、練習とか投内連携とかの場合は桑原はちょっと逆だもんね。ちょっと背中丸まって、ね、ちょっとこう、目線がちょっと落ちてるようなね、はい、もう田口ぐらいまで上がれとは言わないけれども、やっぱり、近いものを出してもらいたい若武者の一人だね。そうですね、頑張ってほしいんですけどね、沢村投手を気遣ってるんですかね、中央大学。そんなことないでしょ。先輩後輩なんで。でも沢村も人間できましたよ、はい、とってもあの先輩らしくなってきたし、はい、沢村と僕は会話するの大好きだしね。あ、そうですか。うん、しっかり、なんか、私の話を興味深く聞いてくれるようなに僕には思ってるんだけど本人どうなんだよ沢村今頃ロッカーで焦って、全員携帯見てますからね今だから。そうかな。いや見てますよこれ。そう、12時にやるっていうの分かってますし、まあでも本当に沢村は純真さというものがまだ残ってるしね、はい、非常にいいと思う、まあ、特に今年調子がいいでしょ。調子いいです、ね、はい、まあ試合になってみないと分かんないところはあるけどね、はい、まあでも今までよりもいいかも分かんないですね。もうなんとなくお兄ちゃんになってきましたよね、はい、うん、監督今回まあコロナでステイホームで、うん、こう家にこう自粛っていう時間があったじゃないですか。監督は何なさってたんですか？私はですね、やはり一番大事なのは自粛だと思いましたね、はい、ですから本当に家にいましたね。結構時間もあったんですけども、はい、まあ、ゴルフも僕は大好きなんだけど、はい、行こうという気にもならなかったですね。全くそういう気持ちにはならずにですね、まあ、いつでも、まあ、家にいて、たまに買い物に付き合ったりね、はい、でも買い物の時も、私は車の中に乗ってね、はい、中に入ることなくね、まあ、うちの、家内が買い物行った時にはちゃんと手袋までしてね、きちんと自分を守り、まあ、自分を守ることが世の中を守るということだ。そういうもう、経験はしたくないなというのがみんなの教訓だと思うんですよ。まあ、そのためにはどうするかというところでね、うん、でもずっと家に掃除もしましたよ。掃除、家の掃除もしましたよ。監督って掃除しょっちゅうやられるんですか？しょっちゅうはしないけど時間があるからね、掃除はしたね。掃除もね、だいぶ綺麗だった。もう服とか服もなくなったね。なくなったんですか？だいぶなくなった、ね、どうしたんですか？いや、それはまあまさかメルカリには出せなかったまあ一応ね、きちんとプレゼントいい感じで、いや、プレゼントっていう、まあ、押してさせていただきましたけど、ちょっと連絡いただければみんな玄関の前に持って行ってたんですけどいい服ばっかりだろうからね、まあ、メイケは入んないけどなメイケ君は僕が小さいやつをプレゼントしたらね、入るかもしれないね入るんだよな入るで大きすぎるんですよね。しかしこれをやってるジャイアンツのスタッフの人たちもすごいね。偉いですよ、本当によくやってます、ね、企画力というか、はい、それを喜んでくれてるファンの方がいらっしゃるというところがね。そうですね、もう来年の給料は倍になるね、多分ねいいな、多分社長の評価をされるでしょう社長は。僕たちは選手の評価ですけどその辺の評価は社長ね、フロントの。でも本当今回すごく頑張ってくれてますね。こういつもいつも何回やろう何回やろうって、まあ選手も結構協力的に、やってくれて、まあ選手も田口が一人でこれをやって、まあ一生懸命頑張って、あとは二人でこう
喋ってこうやってるんですけど、まあ、僕も毎回毎回見てたんですけど、ハヤトとカメちゃんの時が一番ひどかったですね。ひどい、はい、2人で何喋っていいか分かんないから。あ、まあどちらかというと2人ともシャイな方だもんね。そうですね、部類的に言ったらシャイな方だよね、はい、まあサービス精神は2人ともある選手だと思うんだけど、はい、うん、まあシャイということでしょうな、はい、もうぐったぐたで30分終わって。岡本丸はどうやったの？うわ、面白かったですね。あの丸が結構喋るじゃないですか。あ、まあ岡本の場合ボケ役。そうですね、あれわざとまあ計算してますね。なんかパッと聞いたら鼻毛がどうだこうだっていう記憶がある。いや、鼻毛はちゃんと処理しなきゃダメだね。いや、あのバロメーターなんてね、シーズン入るとかなり出てます。猫のあのこのヒゲじゃないんだから、早さいってもんじゃないから。まああれはやっぱり見出して並みとしてね、一応ジャイアンツの4番ですからね。やっぱり若大将だから、若大将これ命名してるんだから。田舎の大将じゃないんだからね。そこはやっぱりちょっと綺麗にしてもらわないと。そうですね、見たくないね。注意しときます。あと智之と、うん、中川だっけ、銀ちゃん、銀ちゃん、あ、なんか車が好きとか時計が好きとか、はい、靴が好きとか、あの基本銀ちゃんはもうお金の話大好きなんで。社長でしょう。社長です。今やもう会長って言われてるんですよね。なんかなんで社長なのって言ったら、なんか切符がいいらしいね。すごいです。今なんか言うたびにいい土地ないかっていつもその話です。まあ FA でほらいいお金ちゃんと出してるからね。あら、いいんちゃう。聞いてないぞ、いいんちゃう。あとは、大城中川です。これがまた、監督、東海大学。うん、2人とも喋んないんですよね。喋らないでしょ。でも、東海大学の教えは、まあ、有言実行じゃない逆だからね。ダメ。まあ2人、そう、でも人柄はいいよ、2人は、はい、いいですけど、あ、自己アピール力がないんだね、はい、だから結婚もできないんだ、2人とも意志力がないのかな。意志力あると思う。コウタカでもすっごい頑張ってました。コウタカ頑張ってた。コウタカすごい。匠はやっぱりマイペースだ。コウタは料理が上手くなったらしいよ。へぇ、その間に話したらね、コウタどうだ、寂しくないか、一人でしたっけ、料理が上手くなりましたって言ってたよ。すごい。お疲れ様です。お疲れ様です。どこから監督の声がしましたんで、コーチっす、隣で。あ、すみません、あ、今、あ、やられてるんですね、すいません。知ってたんじゃない。あ、すいません。あの、みんなコーチっすもみんな見てます。あ、ヘッド、ありがとうございます。ヘッド、あ、去年1年で野球の上達は、俺はもう日本一上達した人。もう宮野ね、やっぱり選手に対する、まあ、思いも含めて、あとメカニックも、もう見れるようになってきたし、今年楽しみですよ。いや、富山さん、ありがとうございます。いや、ちょっと、だいぶ俺に怒られたけどね。この辺、やっぱりよく怒られる。はい、ここは、ちょっと私も入りづらい。またご指導お願いします。今年は変で怒られるかもしれない。はい、フォローします。失礼します。ありがとう。ありがとうございます。何しに来てんの。やっぱり入ってくるんだね。まあやっぱりこういう映像には彼がいないと話せない。やっぱり日本のエンターテイナーでしょ。スポーツエンターテイナーでしょ。そうですね、素晴らしいです。もう毎回、あの今回、前回も、はい、50分ぐらい喋ったんだよね。そうです、みんな、柳も出たんだもんな。当然ノーギャランティーでね。もちろん当然だよな。そうです。もちろん、だから新聞記者だけはやっぱりちょっと記事にするなら少しね、ボランティア活動を寄付でもしてもらわないと ね、 ね、医療従事者の方にね、はい、結構これ記事になってるよ ね、 ますね、はい、この内容が記事になってますから、やっぱりちょっと本当に、まあ、新聞記者の人たちは会うことができなかった時期があるから ね、 ね、はい、まあ、一説によるとそれがずっとあればいい、そういう状況の方がいいなっていうふうに楽だなって言ってる記者の人もいたとかいないとか。それはそれでダメですよ。でもこの後も1時半から練習ですよ、監督。練習ね、ずっと、はい、そうですね、東京ドームで読売ランド使ってね、はい、まあ、読売ランドをずっと使ってる時は3チーム1軍2軍3軍だったから大変でしたね、はい、大変だったですね、やっぱり、
密にならないっていうんで時間的にもちょっと余裕を持たせながらね。だから入るのにもう我々1軍が先やって2軍は、うん、1軍が全員はけてからじゃないと、うんうん、あのクラブハウスもロッカーも入ってこれないっていう形にしてたので、うん、まあなんかいろいろ質問も来てますね。これ、何なんか質問に答えようよ、はい、なんか開幕投手誰ですかとかこうなんかそんなの言えませんよっていう話なんですけど、うん、原監督いつまで監督やられますか。いや僕はもうあと10年ぐらい。いやいやもうあの若きリーダー吉野部監督にね、はい、渡した時に私はもう、卒業という形で思ってましたから、うん、まあしかし、やっぱり人生っていうのはね多動的なのよね。ペン求められるという部分の中でそういう状況になって、まあ、現在あるといつまでやるかって言われてもですね私の場中では、まあ、早く全力で燃え尽きると、それがいつなのかというところはですねもう毎日毎日、燃え尽きようというつもりでやってますよ、はい。ヘッドコーチだけ早くやめろと思ってね。いや、そんなことないです。そんなことないですよ。もうあとは小林の話、石川の小林バッティング良くなったね。可能気づいてましたか。いやバッティング良くなってきた。すげえ今年いいんですよ。よかった感動気づいてください。いやそれだって僕の目は不思議じゃありません。いや本当にね、いいですね。バッティング本当にずっといい好調を続けてるんですが、うん、自信つけたのか何かを掴んだのか、うん、非常にいい感じで、うん、まあ掴んだ時はね結構早く掴むんだけどね、はい、ペロッと逃がすケースがあるからね。先生逃がすのね。すぐ逃がす。慎吾どうですか。慎吾バッティングはやっぱりちょっとず抜けてるものあるね。やっぱり、プロとしてのバッターという感じがしますよ、はい。まあ非常にチームには欠かせない存在、やっぱり用の選手だしね、はい、用の選手ですから、やっぱり、大事な時にあるいはチームが劣勢の時に、はい、必要な選手でしょうね、しかし平常で動いている時にはそうそういらないかもしれない。でも素晴らしい選手よ、はい。直樹どうですか。直樹はねこの前、何日か前に僕話したんだけども、はい、体のことは、はい、要するに言わないよと、まあ、言わないよっていうのは要するに大丈夫かって大丈夫かというね、はい、いつでもこう気遣いながら彼とずっと接してますんでね、はい、3日か4日ぐらい前かな、もう今日が最後で、もう言わないと、あとはもう俺は遠慮せずにお前さんを使うということを言ってやっと巣立ったという感じでしょ。今まではね僕の懐でこう温めながらこうはいはいってやってあげてた。でも、一つ大きく巣立って大きく羽ばたいてもらいたい選手ですね。でピッチャーでいうと昨日支配下になった沼田が、うんうん、よかったですね。沼田は2年生ではあるけれども、はい、力で、勝ち取ったと思いますね。まあオープン戦からずっと良かったし、で今回の自主練習期間においても、いい練習をしてたし、まあ、特に、杉内コーチがね、最初推薦をして、でそれを一軍の宮本コーチが引き継いでね、本当にいい形できて、まあ、僕とよりも宮本コーチが本当に喜んでるんじゃない。まあ本人が一番喜んでるでしょうけど、ただあんまり言うと隣の辺のところで喜んでる人いるんで、ちょっとそこはちょっとカットで来ちゃうとね。来なくていいからね。でも本当に楽しみですよね。はい、楽しみ。明日明日からいよいよ、うん、練習試合が明日は西武だ。ライオンズとやって、ね、まあ無観客ですけど、うん、まあテレビでもやると思いますし、ジータスか、はい、ジータスでやりますし、監督明日のスタメン決めませんか。おー、出れん。どうですかこれ皆さん。すごい。これいつも
まあ、今年からヘッドコーチやらせてもらって監督のところに持って行って相談してメンバーを決めてるんですけど、監督練習試合なんで、練習試合、オープン戦、はい、紅白戦、ヘッドが指揮を取った時はいつも負けてる感じや大丈夫、いつも阿部監督の方が強いんだよな。だから勝負、あの指導力はね、元木ヘッドはあると思うんだけど、勝負に対してこだわってないのか、監督弱いのか、やっぱそういうのも気づいてましたね。もうね、これは、まあ、練習等々は任せられても、試合ということに関しては、まだ任せるのは早いなと。いや、言い訳していいですか。言い訳して。選手が舐めてます。選手が。いや、それは選手が舐めてるのか、選手から舐められてるのかというところだな。まあ、同じですね。そうか。ほぼほぼやっぱり、まず、指揮を取って、勝って試しがないの。じーっと見てるけど。指導陣もコーチ陣もですね、なかなか、コーチが悪いんだ、他の。いや、なかなかこんなに笑顔で野球を見るっていうのを、試合を見るっていうのがないので、うんうん、まあ、監督のスタンドで見られてるときは、うん、いつもこういう状態でやりたいねっていう、それで勝てばいいなと思ってるんですけど、やっぱりそんな思いでやってるから負けるいつも勝負というのはね、やっぱり厳しいもんなの。笑っていいのは監督と選手だけよ。コーチを笑っちゃダメだって。宮本さん横で聞いてるはずだからコーチは眉間に常に視野を寄せながらね、もう心配事から入り、もうとにかくこう危機管理、もうマイナスのことを考え、こうなったらどうしよう、こういうふうになったらどうしようと考えるのがコーチだから。僕は 1年目、長嶋監督の下でコーチやった時に、大腸ポリープだったな。大腸ポリープ取って結構大きかった。で、背番号がついてた。33って。そのぐらいね、やんなきゃ。僕も83ってどっかにあるんだよ。今年は作らせるよ。今年は作らせるよ。これどうですか、監督。メンバーを一番に。まあ、順調に来てるっていう点では直樹で。あ、直樹で一番にいいですか。吉川どこだった。吉川大じゃないね。直樹。大。まあ大ね。大もいいよ。いい選手。はい、一番吉川直樹決定です。はい、2番。2番はもうキャプテンでしょ。キャプテンでいいですか。去年は2番で活躍してすごい記録を残してね、今年もやっぱりその記録を残してほしいね。はい、2番、坂本、フル出場、途中交代やめろ。はい、3番はまだ丸が本調子じゃないし、パーラで。パーラでどうですか。パーラもやっぱ数多くボールを見てね、はい、でも彼の守備力というのはもう誰が見てもいいね。この間のバックホームも素晴らしかったですね。素晴らしいね。投げる素早い動作でね、非常に低いボールで回転力のあるね、はい、見事ですね。4番は若大将でしょう。若大将、もうちょっと鼻毛を切ってもらいたい。明日から鼻毛切ってね、岡本選手ね。はい、5番はやっぱりここはベテランの亀ちゃんに任せたいね。亀ちゃん、でもいつでもひたむきに野球に取り組んでくれてるね、はい、もうあれだけ年齢がいっても非常にひたむきに、で体型が変わらないっていうところが素晴らしいね。素晴らしいですね。やっぱり自己管理力っていうのもあるんでしょうね。うん、6番、まあ、今年、まあ、成長著しいと言っちゃいけないけど大きな期待をしてる中地に行ってほしいね。中地アップちゃんとやれよ。しないの。いやいやアップしないの。なんかじゃアップしないのか。アメリカ仕込みがちょっとあるんで、いきなりキャッチボールとかしだすんで、走れよ中地。また怒られるんですよ、ね。でも今年はなんか自分のボールを打ちに行ってるんじゃなくて、自分のポイントまで来て、それをボールが勝手に近くに来て、体の近くに来て打ってるって感じですよね。はい、非常になんか順応性がすごくできそうな。いい、私が知ってる2009年当時の中地に戻ってきてるような気がしますね。2009年、WBC、まあでも足は遅くなったまだね、2009年当時はね、はい、足も速かった。速かったですか。足は、まあ片岡の方が速かったけどね。はい、うん、ま、中地ちょっと走れよお前また次、7番、こ
ここはキャッチャーですかね。DH も使うんでしょ。はい。ね。大城あたりどうですかね。まあいいでしょう。大城は、大城は何番でもできる人だから。ぼーっとしてますけどね。ですね、意外に考えてるんだよ。でも大学いいですね。ちょっと恥ずかしいところもあるけどね。高校も一緒だからね。直系だから。直系ですね。そうそう。だからあいつ僕の言うことあんま聞かないですかね。そんなことないと思うんだけど。意外にマイペースで、本当にもう。中川は高校は違うからね。あ、そうですね。広島の方ですもんね。で、ここで、あとは、外野が回って、DH かな、ファースト、セカンド、サードショート。外野が、あ、そう、DH ですね、DH。外野が、外野3人。外野3人、カメと、マーラと、あ、もう一人。そうだよ。レフトか。レフト、カメだから。センター、センターがいいですね、センターが。センターだからそれはやっぱり陽大館に頑張ってもらいましたよね。最初は大館も頑張らないと、やっぱり存在感を見せてほしいね、はい。やっぱりジャイアンツに来て、今のところ僕は不本意だと思うよ。彼は満足してるところはないと思うから ね、そこはやっぱりなんとか、存在感を見せてね、欲しいですね、中心選手として。そうですね、第1回ジャイアンツ来て何してたかで選択しかしないんだよ、東京ドーム。そこは俺知らないんだけど。お前選択しすぎって言ったんですよ。ずーっと選択しますから、ドームで。あと DH ですね。DH、どうだろう、一番の推奨を書くというか。まあ右と左でちょっと変えてもいいね。右、ね、左ピッチャーが来た時にはやっぱ慎吾行ってもらおうかね。慎吾ね。おい慎吾、お前今日喋るなお前、多分うるさいぞ今日慎吾お前。でもし右ピッチャーが来たら、ちょっとチャンスを与えるという点で、松原、まっちゃん、松原ね、まっちゃん、松原もチャンスよ、今年はチャンス。このメンバーでいいですか。うん、こういうことになりました。はい、新聞記者、写真と、どうせこれ明日スタメン出すんでしょ、新聞記者。で、ピッチャーはピッチャー、宮本。宮本、こっち早く。宮本さん、ピッチャーは、トモキが投げるんじゃない。明日先発ピッチャー誰ですか。明日、トモキです。トモキね、こっち来て、はい、早く来て。はい、トモキです。何回？明日3回から4回で59、59、はい。あとその後、ビエイラが行って、あと戸郷が行きます。はい、ビエイラ、戸郷、これはもう新戦力になってほしいね。はい、まあ、友之も状態はとてもいいね。いいですね。やっぱり彼のいい時っていうのはやっぱスライダーがいいね。はい、スライダーはもう全ていい、体調も良さそうなんで。あ、さすが、甥っ子です。何が大学で、大学で。あなたの教育がいいんですよ。直系、直系ですね。直系じゃない。相模、東海大ですよね。それ以上は、返答、お任せします。ありがとうございます。T ですね、T ですね。T の方ですね。すごい。すごいメンバー。明日、じゃあもう、友行きで行って、ああいうメンバー、こういうメンバーになりましたけど。そうですね。明日誰が采配振るうかだね。いや、監督ベンチ入らないですか。いや入るけどさ、ベンチこのオープン戦はほとんどあなたがやってたんだ。そうですね、オープン戦だから勝率悪いね。最初よし、俺明日からもう自分でやるよ。ちょっとわからないことがあったら相談するよ。わかりました。って、サポーターとしては最高のサポーターだと思うね。じゃあ明日皆さん、練習試合このメンバーで友之が先発します。ぜひ、応援してください。これから、1時半から我々も東京ドームで練習します。まあ、今こういう笑顔でいられるのはこの時間で終わりかなと思って、球場の時はピリッとやりたいと思いますので、はい、選手の皆さんも頑張ってくださいね。みんな見てると思うけど、監督今日もありがとうございました。はい、ありがとう。またなんかファンの皆さんに、まあやっとね、我々も、
野球ができると、本当に野球ができるという状況の中で、まあ、明日から実戦という中でねスタートしますんで、もうなんとか、水を得た魚のごとく、ピチピチとですね選手も、コーチも、監督も、戦ってまいりますので、皆さんよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。はい、あと今日あの監督も今着られている T シャツ、うん、ファンと共に戦おう、頑張ろうっていうことなんで、ですね、今日これ着てウォーミングアップするので、わかりました。ぜひこれちょっと着て、わかりました。よろしくお願いします。はい。どうも皆さんありがとうございました。ありがとうございました。1万人いってる。すごい。はい。